90年代をというか地球上これまでのポップスを代表するといえる超名盤マイケル・ジャクソンのスリラというアルバムがあります。これは実は最高のギターアルバムでもあるんです。特にファンキーなギターのバッキングが好きな人は絶対に聴くべきです。今回このアルバムの9曲中の5曲をこの動画で解説していきたいと思います。ゆるりもチャンネル。マイケル・ジャクソンっていう一人の天才が生み出した最高傑作のスリラーなんですけど、これ実はね、このアルバムには世界の超一流のミュージシャンたちが彼らの一番良かった時期にそれぞれが存分に持ち味を出し切って輝きを放った奇跡のプロジェクトだったんです。ギタリストだけ見てもすごいです。ファンキーなマイケルサウンドに欠かせないデビッド・ウィリアムス。超大物と数え切れない仕事をしてきたディーン・パークス。80年代誰もがこの人の音を無意識に聞いていたセッション王のポール・ジャクソン・ジュニア。当時日本のスタジオミュージシャンがみんな真似していたロックバンドトトのギタリストスティーブ・ルカサー。そしてハードロックギターの象徴的存在、80年代人気ナンバーワンのエドワード・バンヘイレン。これだけの超豪華なギタリストたちの才能が大爆発してます。はい、1曲目デビッド・ウィリアムスによる鬼ファンキーなギターが聴けます。ちょっとしたギターソロがあるんですけど、ギターソロとは呼びにくいほどのファンキーな感想です。その曲のバッキングパターンとそのファンキーなギターソロをお聴きください。はい、のっけからすこぶるファンキーなリズムの曲なんですけど、このファンキーさの要因はベースのフレーズなんですね。このようにですね、1拍目の16分音符1個音がないんですよ。1拍目の頭が16分9分になってるんですね。アフタクトで始まったフレーズで小節の頭が16分9分。これですごく16ビート感というかね、これが出てるわけなんですね。で、この1小節のフレーズをただずっと繰り返してます。6分以上ある曲なんですけど、ぐいぐいこのアルバムの世界に引き込んでくれますね。はい、感想のところなんですけど、って弾くとあの感じになると思います。この16分のこの右手の動きが止まってしまわないように、はい、こんなフレーズです。はい、続きましてこのスリラーの3曲目に入ってる The Girl Is Mine です。歌のバッキングとしては見事なアレンジで、ゆったりした曲なんですけど全然だれなくてすごくノリが良くてキャッチーです。これも簡単そうでいて、あの感じを出すには結構大変です。ぜひ練習してみてください。はい、この曲なんとあのポール・マッカートニーとの超豪華なデュエット曲なんですけど、ギターも素晴らしくてですね、コードはこんな感じなんですね。キーボードはこういう風に弾いてます。
曲のコード自体はこんな感じなんですけど、そこでギターが、こんな感じで弾いてます。歌中なんですけど、歌とすごくいい感じで絡んでますね。はい、続きまして4曲目スリラーです。1曲目のスタートサムシングと同様、デビッド・ウィリアムスによるファンキーなフレーズが印象的。もうこのフレーズを繰り返すだけでめっちゃスリラーです。こういうフレーズになってます。 MTV で大ヒットした80年代を代表する一曲ですね。はい、続きましてスリラーの6曲目に入ってるビリー・ジーンです。その前に5曲目にビート・イットっていう曲があるんですけど、これはもうこの1曲だけでギター動画が1本作れてしまうぐらいのボリュームですので、この曲は置いといて、また次回に必ずやりますので楽しみにしておいてください。この曲もスタート・サムシング同様、感想がギターのカッティングのソロになってます。はい、ちょっと練習してみてください。はい、結構本物そっくりな音色だと思うんですけど、どんなアンプシミュレーターを使ってると思いますか？実はこれね、直なんですよ。直接ミキサーとかインターフェースに挿した音なんですね。で、これを2つぐらい重ねるとこんな感じの音になります。はい、続きまして7曲目 Human Nature っていう曲。ギターはトトのスティーブ・ルカサなんですが、このバッキング、歌と同じぐらいの存在感で、それでいてお互いが喧嘩せずに引き立て合っててとてもいいです。Sweet seducing sounds.
大活躍なんですけど、やっぱり比較的アーバンな楽曲になります。トトっていうすごいロックバンドのボーカルがマイケル・ジャクソンっていうだけでワクワクしますけど、アルバム通してインパクトの強い曲が多い中、聴き始めのところはねあんまりピンとこないんですけど、すごく名曲で何十年経っても色褪せないいい曲だと思います。カバーもたくさんされてます。はい、次は8曲目に入ってる PYT っていう曲です。これもマイケルらしい、このスリラーの前に発表されたファンクアルバムオフ・ザ・ウォールに入ってそうなすごくファンキーな曲です。ポール・ジャクソン・ジュニアのギターのカッティングと、スティーブ・ルカサーのフレーズが入ってます。それぞれが持ち味を発揮してます。このポール・ジャクソン・ジュニアなんですけど、意外に知られてないことが、本人は日本語がとても堪能だということらしいです。はい、いかがでしたか？ギターだけでもすごいんですけど、全パートすごいスタジオミュージシャンが演奏してます。無駄な音というか、差し替えられるパート、フレーズが皆無なほどに洗練されたサウンドなんで、曲のアレンジとか演奏の勉強にすごく役立つと思います。けどこのアルバムはそういうミュージシャン的なところを超越して、そういうことを忘れさせてくれる、なんというかファンタジーというか、いろんな効果音とかナレーションが盛り上げていく SE とかね、そういうファンタジーなアルバムなんですね。でやっぱりマイケル・ジャクソンの存在っていうのが圧倒的すぎて、やっぱりその魅力に引き込まれていく作品です。はい、このチャンネルではギターを使った楽しいコンテンツをたくさん用意してますので、これからも何卒よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はグリグリ通知オンでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。ジグリグリグリ。